桑島さんが先ほどおっしゃったそのまあ、男は、まあ、貶められて何者もだみたいな雰囲気の、まあ、藤原道長の例を挙げられましたね。で、まあ、あの彼なんかは自分で自分を貶め、あのこのじじいみたいなのを貶めていることを自分で書いていると、だからいいんだっていうお話ですけども、それはおそらく自分が自分を貶めるからいいんじゃないかと思うんですよ。あの他人がその あいつも自分と同じだから、あいつを貶めても、自分と同じ立場であるはずのあいつを貶めてもいいんだっていうことには多分ならないと思うんですね。その通りですね。それ今その通りっておっしゃっていただいたんですけど、納得できたんですけど、ふと問題は本望だ本望を見たときに、あれは石橋貴明は自分で自分を貶めてるはずなんですよ。でもそう見ないっていうのは何なのか。例えば矢島美容室もあれは自分たちが笑われてるわけですよね。志村けんがおばあちゃんの曲やって甘えてばかりでごめんねって時には、志村けんは僕笑ってると思うんですよ。おばあちゃんは笑ってると思わないんですよ。僕おばあちゃん子だった。だから志村けんを笑ってることでなぜ済ませられないのかっていうのが僕の素朴な疑問。感じる人間にとってはね、まあ、ちょっといやどう感じるも自由なんですよ。どう感じるんだけど、笑ってもいいんじゃないのって僕思う。もっと言います。オードリー・ヘップバーンが好きなんですけど、オードリー・ヘップバーン好きなんですけど、オードリー・ヘップバーンのティファニーで朝食をカリフォルニア州で上映しようとしたら、日系人が反対運動を起こして上映中止になったんですよ。理由は簡単で、ミッキー・ルーニーって人が演じてる砂吉さんっていう変な日本人が出るんですよ。デッパのこういう風で、でいつも風呂に入っててお茶立てたりしてて、これは日系人の侮辱だろって言ったんだけど、僕はなんで心の狭い人たちなんだと思ったんですよ。それをオードリー・ヘップバーン見れるのがいいだろうと、オードリー・ヘップバーンが日本人の話だけで僕は燃えちゃうわけですよ。だから全然僕は構わないんだけど、それ2つ見方があって、 0. 何パーセントかしかいないアメリカ白人男性社会の中での僕のその芸の友達も言ってるんですけどね、まあ、ガッとにアメリカ白人のヘテロセクシャル社会だから、ゲイで東洋人っても人間として見なされないと、特にそのバイブルベルトなんか言ったら殺されても当然だとよくわかると彼は言ってたんですよ。だからブルースリーもアメリカ行った時に見たんですよ、オートリーヘップバーン。奥さん白人だったんですけど、途中出ちゃうんですよ、その砂橋に出てきた段階で。でブルースリーは香港とか中国人だったから、日本人と戦争もしたわけだから日本人が映ってると思えばよかったんだけど、東アジア系の顔のおじさんがいじめられてたのは自分に対するバッシングだと思って辛くて、奥さんが出ましょうって言ったのかな、出たっていうのがブルースリーものってなったんですよ。だから TPO だと思うんですよね、状況だと思うんですよ。この存在は差別してるってことを言ってもしょうがないんじゃないかなって僕は思います。もっと言います、ハンニバル・レクターは日本人だと僕思うんですよ。モデルの一つがね、スター・ウォーズのルーク・スカイ・ウォーカーって柔道着てるから、あれも日本人なんですよ。でダース・ベイダーは三船敏郎にオファーがあったんですよね。じゃあ日本人は宇宙人って思ってるアメリカなんかでもうここ断絶だってならないでしょ。どうですか。もっと言うと悪役、ごめん論点がよく分かる。すいませんちょっとね、日本人が馬鹿にされるかどうかっていうのは僕あると思うけど、いやいや彼は自分を貶めてるんだからよくて、他人を貶めるのはまずいでしょ、ってことはそれはまずいわけですよね。でミキルニは白人のアメリカ人だったから、それ日本人やるのはまずいですから、アンジェリーナ・ジョリーがパキスタン人の役やったんですよ。で顔をちょっと黒く塗ったらガーッてやられたわけ。今アンジェリーナ・ジョリーっていう人のキャラクターとか行動を知ってれば悪意はないわけでしょ。なんでそんなにいちいち側が言うんだって。僕はだからオカマって言葉はダメとかまだわかるんですよ。オカマ死ねとか、それは逃げようがないことだから。でもその演じた時に自分はかんねえな、もっとあそのおかまさんはあの澤部さんのあのポトシパンでおかまは差別かって本出されましたよね。で私実はその時にあの応援する立場でいるイベントを出させていただいた、あの見せていただいたんですけども、あれもそのあのおかまという言葉はあの誰が言うのもいけないという立場の人と、あとあのおかまという言葉は本人が自称している立場の人を書いた、だから本人の事情であるオカマという言葉を書いた人との、まあ、間の争いのはずなんですけども、で私はまあ、基本的にオカマって差別用語という意識もある。だからなんていうの、一般的にあんまり使われるのはあんまりいい気持ちはしないなって感じはしないでもないんですけども、ただ本人が自称している限りには、まあ、それはそれで構わ、まあ、しょうがないというか構わないというふうに思うんですけどね。でそういう意味ではそのなんていうのかな、その本人の自称じゃないと、その他人が、ただねあえて反論すると僕には分かんないところがあって、例えばさレズっていけないことになってるらしいじゃない。だけどものすごくコアな専門家じゃないとレズとビアンとレズビアンの区別なんて
通の人誰も知らないよ。ホモとゲイだってさ、俺 よくさ、もう僕はあの結構濃い関係だから、あ、濃いと思ってるんで、濃いオタクだから、LGBT オタクだから、あまりそういう使い方を間違えないと思うけど、ちょっとした素人ミさんはさ、あの伏見さんなんか来て、そうですよね、あのやっぱりホモを差別しちゃいけませんよねなんて平気で言ったりして、あ、いけねえって思うけど、俺さ、その人のやっぱ関係性だと思うんだよ。その人見てて、その人はさ、ね、今までさ、なんかそんなこと、なんていうの、差別だとか性的マイノリティとかそんなこと全然考えたことなかった人が、一生懸命その人に、あの僕芸能伏見ですなんて言ってる人に対応してるわけよ。そういう一生懸命やってる、そっちの方が大切だと思っていて、そこで言い間違い、ホモが、ホモですよねとかって言ったってさ、まあそりゃいいじゃんって俺は思ってて、まあまあまあとも言わないわけよ。俺それやっぱだから、それ関係性ってのがあって、そこはなんとかそういう関係の中で理解するしかもう方法はないだろうとは思ってんだよね。普通っていうのはね、やっぱ僕は異論があるよ。俺やっぱ自分普通って言葉は、いや LGBT だけに対してだけじゃないですよ。いろんなことの中に普通って思わずちょっと使われてしまうことがあるけど、普通ってなんだよっていう面で見れば、 LGBT 問題だけじゃなくて、普通こういうふうにするでしょって言われて、みんながそうすっかよとかさ、なんか日常化生活にも必ずそういうことあるわけですよ。それはやっぱりあれは感じるよね。ただそこでふざけんなっていうふうには言わないけどさ、だからそれはやっぱなんていうのかな、関係性抜きにはとか、その場の雰囲気、その場のありよう、例えば国会議員がさ代々木公園のパレードに来てね、そこでさ、あの、いや、ホモの皆さんは大変ですねなんて言ったら、お前事前に勉強してこいって話なんだよ。だから それはやっぱその関係性をきちっと見て求められる責任とかさ、そういうことをジャッジすればいいんだと思うんだよね。